サンキューフォーオール、コウスケ福留。ここで皆さん、大事なお知らせをいたしましょう。今シーズン限りで現役を引退した福留コウスケさんですが、なんと東海ラジオ野球解説者に就任が決定しました。改めまして福留さん、はい、東海ラジオガッツナイター野球解説者就任してくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もう武さんも心強い後輩が入ってくれました。まあこれは規定路線ですからね。規定路線他の局行ったら大変なことですから、ね、まあこれはね、はい、まあ、一緒にまたやれるんで嬉しい限りですけど、そうですね、はい、なんで後半はぜひ解説者福留孝介という一面もですね、皆さんにお届けしていきたいと思います。改めまして、来年2023シーズン東海ラジオガッツナイター解説陣をご紹介しましょう。山本雅、山崎武、谷繁元信、井端弘和、そして福留孝介。福留さん、解説者としての意気込みをいただいてよろしいですか。まあ、そうですね、本当に初めてですし、でもこうやっぱり聞いていただくね、皆さんに少しでも分かりやすく、説明できるように、うん、まあ、僕も勉強しながら頑張っていきたいと思います、はい、実際にだって野球から完全に離れてっていう生活はもう何十年ぶりなわけですもんね。いや、もう初めてですね。ね、はい。ああ、そうですか。おそらく新鮮な、ね、日々が待っていると思いますが、さあここからはですね、解説福留孝介としての意見もいろいろ聞いていきたいと思います。この時間は改めてご紹介しましょう。ドラゴンズ根尾昭選手にお入りいただきました。根尾さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう本当に根尾さんらしいです。ラジオなんですが、しっかりネクタイを締めて来てくれました。根尾さん、ありがとうございます。いや、もうこれしかないかなと思って来ました。というのは、いや、もうきちっとしていくしかないなと思って。福留孝介さんの引退特番に、うん、もちろんです、はい、先輩ディスってます。俺に嫌味言ってんの。おそらくその前に柳先輩ディスってるのかなと思ったんですが。俺に言ってんの。俺 T シャツできてるからね、はい、柳さんもロン T できましたが、ええ、はい、いや、もうスーツしかないと思って。さすがですね、福留さん、はい、らしいですね。らしいです ね、はい、本当に分かって、ラジオって当然分かってましたけどね、はい、もうネクタイ締めていこうとしかないなと、うん、はいはい、さあ、根尾さん、この時間お入りいただきました、はい、柳さんと同様の質問です、はい、根尾さんから見た、はい、まあ、短い時間ではありましたがね、はい、福留孝介、ここがすごかった、そんなお話をお願いできますか。いや、僕が幼少期の時にも名古屋ドームに足を運んで、うん、まあ、試合見に行ってた時も、もう行った試合は大体もう2安打か3安打打たれてるっていうのがまず僕の中の第一印象で、はい、で、まあ、同じチームにこうやってなってからも、やっぱり誰よりも走ってる姿を間近で見てきましたし、うん、まあ、聞いたらこうたくさんある引き出しの中からこう教えてくださるっていうような形で、まあ、今年の春までずっとキャンプ中も付きっきりで教えていただいたりしてたので、はい、もう本当に偉大な存在というか、うん、昔からのスーパースターです。あー、はい、そうです。まあ、福留さん、やっぱりずっとこうね、苦しんでいる根尾昭さんを知っているでしょうから、はい、ちょっとやっぱほっとけない部分もあったんですか。いや、だからね、今だから言いますけど、去年もオフにバンテリンで呼んで、うん、2時間ぐらい、マンツーマン、ひょっとして。そうそう、他に行くとこうやってね、今横にもいますけど、カメラマンがいたりとかね。誰か知ってる人たちが来ると嫌だって、はいはい、集中もできないんで、うん、まあ、ちょっとやったりとかしましたけど。そうですか、はい、根尾さん、そんな時間があったんですね。はい、濃密だったですね。そうですね、本当に基本的なところの本当に一番レベルの低いところからこう順番に、うん、ここはもうちょいこうした方がいい、ここはこうっていう風に、はい、教えてもらってました。2時間いてボール打たせたのは5球だけ。うそあとは全部ごめんなさい、素振り、素振りです。まあ、彼の性格上、うん、
こう頭で理解しないと、うん、体が動かないんですよ、はい、なんでまずその姿を自分で鏡で見て、うん、まず自分で僕が言ってることと頭を一致させて、うん、でその通りに体が動いてるかっていうのをもう順を追ってやりました。へえ、根尾さん、そのいわゆるリズムで言ったわけじゃないですか。はい。その指導っていうのは飲み込みやすかった。いや、本当にずっとバッティング練習とか福留さん打たれてるのずっと見てましたし、うん、僕もああいう風に打ちたいなってずっと思ってて、まあ、真似はしながらもやっぱり自分で思ってる、できてると思っててもできてなかったりっていうところで、うん、まあ、やっぱり福留さんが考えてらっしゃることであったり、まあ、もっとこうした方がいいっていうところに関してはやっぱり僕も鏡で見たり言葉でもらって、はい、自分で理解しようとして、はい、すごい濃密でした、はい、そうですか。まあね、福留さんやっぱ、まあ、エコひいきじゃないけど、はいはい、やっぱそうしてほしい選手って根尾さん以外にもたくさん、ね、いるわけですよ。でもそんな中でも、まあ、人目につかないところにちょっと連れてって2時間きっちりマンツーマンで、はい、っていうことだったんですね。もうだからやっぱりね、あの何とかなってほしいっていうのもありましたし、うん、やっぱり彼らがやっぱり引っ張っていかないと、はい、もうね、ドラゴンズもだんだんこう年齢の高い選手が多くなっていったりすると、うんうん、やっぱりまただんだんこう下がってくるので、そういう意味では今若い選手が今のうちにやっといた方がいいのかなっていう。なんかね、9月23日引退試合の日に、まあ、武さん北海道いましたけどね、挨拶終わって福留さんのでベンチ前で選手とバーッとこう握手と言葉を交わしていく中で一番泣いてたもんね。いや、泣いてないですよ、はい、じゃあその嘘には限界があるでしょ。泣いてないです。号泣でしたもんね、福留さんね。あ、そうですね、泣いてましたね、うん、泣いてた泣いてた寝をこんな泣くかっていうぐらい泣いてましたもんね。ああ、そういうことがあったんですよね。だから根尾さん、でも本当に、はい、昔からずっとテレビで見てたスーパースターの方とやっぱりずっとやってて、うん、で今日機にもう同じユニフォームを着て戦えないっていうところで、はい。東海ラジオ、東海ラジオ、ウィンタースペシャル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 、2022